里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあということで、はい、今日はお待ちかね、はい、阪神オリックスです。はい、もう関西のチームで、ね、うん、もう関西ダービーでね、はい、まあ、阪神はね今セ・リーグ1位、オリックスはね交流戦優勝して、本当交流戦終わった時点では、うん、ゲーム差なしで、はい、勝率でね今3位というね、うん、今一番のなんか勢いありますね。なんか週末の楽天阪神の交流戦最終戦見に行ったらしいじゃないですか。あの土日2試合見に行ったんですよ。おー、いい試合、めちゃくちゃいい試合でした。本当でも悔しい、楽天はね負けましたけど、うん、阪神の強さだけが光る。もうこんな打線もうみんな怖かった、うん、大山選手とか中野選手とかもそうですし、みんななんか大きいし、もう打ちそうな構え方してるんですよ。なんかもう怖かったんですよ、見てて。多分あれちゃう、うん、袴田さん の、はい、あの予想が正しく、はい、札幌では鈴木朗に出かけないで、うん、仙台では国分町行かなかったから、うん、やっぱもう虎がもう牙を磨いて、はい、もう犬足食っちゃったんで、もう体力蓄えて。本当ですね。いやでも阪神も強かったですよ、ねえ、うん、まあ、その中でね、はい、まずオリックスからっていうところで、オリックスがあるんですか。はい、オリックスです、はい、オリックス交流戦優勝、うん、12勝5敗、はい、そうなんですよ。12勝がやっぱり一つのね優勝ラインなんですよね、うん、交流戦っていうのは、はい、とりあえずはあの勝ち越しだけで言うと全チーム勝ち越し、はい、すると12勝になるんですけど、うん、まあ、そこ勝って、うん、防御率も 3.76 でしっかり抑えて、うん、打率も2割8分7厘、うん、得失点差も26点と、うん、まあ、一番素晴らしいね活躍で、はい、11年ぶりかな、うん、優勝。そうですね、うん、素晴らしいね、はい、戦いなった時に、うん、オリックス課題は、はい、明白です。明白ですか。簡単なんですよ、はい、だってですよ、先発は山本、うん、山岡もちょっとフラフラしながら、まあ、前回良かったけど、うん、まあ、山岡、はい、宮城、うん、でね、田島がちょっと今ね不安な要素があるんだけども、はい、中島監督が我慢して1軍で使ってて、うん、まあ、どうなるのかなっていうところですね、うん、あと私の先輩の増井さんがこの間1回ね抹消されて帰ってきてね、ちょっとずつ良くなってるけど、はい、多分体力的にやるからちょっとずつ抹消してまた上げたりっていう方が、うん、ひょっとしたらね、はい、1年間っていうことを考えればいいかもわかんないですね、はい、その無理してローテーションっていうところよりも、うん、この間勝てたので良かったです、ね、あと山崎幸也、はい、そうだそうだ、はい、この前のね巨人戦、うん、非常に素晴らしいピッチングしたっていうところになりますけども、はい、打線では福田がいいのよ、うん、最近、はい、粘ってとかね、うん、あの一番で素晴らしく機能してて、うん、で胸の守備からバッティング、はい、ちょっと最近頑張れ、うん、今踏ん張るところっていうね、うんうん、ところもあるし、吉田、うん、杉本、うん、こっから来てからのモヤ、はい、このモヤがねあの非常にあの、まあ、爆発力ないけど安定感持って活躍できてるのと、はい、まあ、代打の切り札ジョーンズ、うん、代打の切り札だからね、もう今 AJ が、うん、しかも交流戦、うん、ティー、うん、岡田が非常に素晴らしい活躍、はい、でショート紅林、はい、ね、でキャッチャー伏見も、うん、まあ、リードも光りながら素晴らしいっていうところで、はい、まあ、オリックスはね、もう簡単な要素はね全体的に言うと守備面の2つだけです、はい、まあ、1つはミス、うん、はい、やっぱりねミスを減らさなきゃいけないですね、うん、でエラー数が40個で、はい、パリーグ1位です。あ、そんなにミス多いんだ、はい、イメージがあんまりなかった。やっぱりねこの紅林とかね、うん、はい、あとまあ足立、はい、足立も守備そんな下手くそじゃないんだけどね、はい、それと守備のミスがやっぱ失点に絡むっていうのが、はい、交流戦前までの話、はい、うん、でそれが交流戦ね非常に勝負どころでミスが少なくなったっていうところでね、うん、まあ勝ちきれたっていうところもあるけど、やっぱこのね仕方ないミスもあるんだけど、うん、そのしょうもないミスしないことね、はい、まあ、ここが一番のオリックスの、まあ、今後からの引き続き課題、はい、でもう一つが、はい、リリーフです。リリーフか、はい、もう、うん、あの防御率はオリックス 3.65 とパリーグ3位、はい、で先発投手陣は 3.46 とパリーグ1位です、うん、でも救援陣が 4.09 とパリーグ5位、はい、でセーブ数も14と、まあ、少ないですし、うん、あのもうリリーフなのよ、あ、本当ですね、全体的にね、うんうんうん、で打線でいうと援護率は、はい、4.01 とまあまあいい形でね、はい、あの点は最低限取ってくれてるけども、うん、まあ、そのねリリーフが、はい、だからここでねちょヒギンスも抜けてたけどヒギンス帰ってきて、はい、で平野が守護神かなと思いきや、うん、登板過多にならないようにケース付き使ったりとかいろいろしてるけども、はい、
この富山もいい時もあれば悪いだからねいいのよ、うん、けど悪いいい悪いってなっちゃうから、うん、この上こう悪くてもここで収まってくれるとね非常にいい形になるけども、はい、もうリリーフ次第であとは村西ね防御率 4.91、はいでまあ、能見もねいいところで抑えてるけど 4.11、はい、富山さんよ 3.97、うんね、ケース月 6.08、うん、比嘉がね 2.25、うんね、っていうところでヒギンス 3.1、うん、だもう山田 3.60、うん、ウルシャラ 3.48、だもうバシーっていうねまだこうないのよハマってんのが、ね、なんとかやりくりしてっていうところもあるんで、うんうんうん、こうリリーフさえしっかりね、うん、もう平野がもうそれ毎日投げるとは言わないけどもう勝ち試合はいけてっていう状況で、うん、ヒギンスがまあもうちょっと安定したら面白いよね、うん、そうですね、うん、そこが固まったらオリックスすごい強くなるんじゃないかなと思いますね。そう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 だってクオリティスタート率、うん、オリックスは 56.92% 1位だからね、うん、パリーグの中で、まあ、一番先発がクオリティスタートをしっかりしてるってことなんで、うん、だから6回3失点をしっかり守りながらっていうところなんでリリーフ、はい、リリーフとエラーしたい、はい、これができれば、うん、2ゲーム差だからね楽天とそうなんですよあるからねオリンピック前に1位に立つ勢いあるから、はいうん、これは非常に楽しい。タイミングは順位どうなるかまだまだまだ全然わかんない、うん、でもそう考えるとね、うん、オリックスの、はい、こっからの逆襲、うん、非常に楽しいですね。交流戦で勢いついてますからね。ついてる。しかもいいところばっかり出てるから、ね、でも唯一のはやっぱりミスと急エンジンだね、うんはい、そこをしっかりカバーしながらいければね、うん、こう面白い感じになるかなと、はい、続いて、はい、阪神言うことはありません。終了え、ない全くないですか。だって強いじゃん。いやまあまあ強いです。もう言うこと逆にある。いやもう身をもってね強かったでしょ。なんか圧倒されました。え、データ見る。すごいよ。そうですよね、うん、チーム打率2割5分4厘は、うんセリーグ2位、うんまあ、2位対巨人 DeNA と一緒、うん、はい、でホームラン数は、まあ、65本、うんね、盗塁59個、うん、セリーグ1位、はい、で成功率7割9分7厘もセリーグ1位。うん、すごいな。犠打40個、セリーグ1位、うん、で代打2割3厘、うん、成功率、ね、うん、セリーグ3位、うん、っていうところで攻撃申し分なし、はい、なしですね、はい、チーム防御率 3.21、うん、セリーグトップ両先発防御率 2.97 唯一の2点台セリーグトップ。救援防御率 4.03、うん、ここが1,2,3,4 セリーグ5位、うん、ここが若干の最近のウィークポイントです。救援ですか。救援です、うん、はい、で基本塁打45本、うん、はい、セリーグで一番少ない、うん、ね、援護率 4.62 点、うん、1位っていうところで、うん、リリーフが岩崎が、はい、状態悪くて、うん、抹消中、はい、スワレス、うん、最強、うん、どう持っていくかです。でもスワレス投手一球投げるごとに、うん、早っって言ってましたもん、うん、でもよ、息しなかった、はい、阪神、うん、クオリティスタート率 58% で1位なの、はい、うん、だから結構クオリティスタートもできてて、はい、だから昨日の馬場がね、うん、ちょっとやらかしちゃったけど、はい、後ろがね、うん、どう組み立てていくかが、うん、だけが今後の不安です。そうですね。だから先発、うん、スワレス最強、はい、その間ってことなんですね。唯一ね、うん、そこです、はい、唯一の課題は、うん、確かにそこでやっぱりちょっとこう攻めて追いつけるかっていう感じでしたからね、うん、そうそう、で追いつかれてもよ、うん、また走っちゃうのよ、はい、梅野のディレードスチールから近本の一本、なんかすごい上手い野球やってるなって感じしましたもん。それやられちゃダメなんだよ。うん、小深田入ってなかったじゃん、言ったなんで入ってないのって言えない。小深田選手打って頑張ってるから。田中ナイススローだったよ、うん、あれ入ってたらアウトだったよ、うん、そうですね、うんうん、もう一つあるよ、惜しかったな、はい、もう一つ課題、はい、エラーです。あ、そうですか。44個、うん、セリーグダントツ1位です。あ、ここも1位なんですね、うん、はい、勝ってるから目立たないだけ、うん、全然そんなイメージなかった。そうそう、勝ててるから目立たない、はい、うん、でも、はい、これがバタバタってくると危ないね、うん、あ、そうですね、うん、だからまあ唯一の課題は救援陣と、うん、もう1回ちょっと再整備しなきゃいけないのと、うん、やっぱり守備をもうちょっとちゃんとやらないと、はい、今7ゲーム差ついてまだ余裕の段階だから目についてないからいいけども、うん、これが接戦になってくると、うん、まずそこがね足引っ張ってバタバタって詰められる可能性もあるし、はい、逆にそこしなかったらもっと 12,3 ゲーム、うん、ひょっとしたらつけれてるかもしれないし、はい、そういった面ではもう完全体の優勝するためには今言ったところをやっぱり修正しなきゃいけないね、うん、
うん、他は完璧です、はい、こんなに1位ばっか取ってるんですね。あと、はい、阪神が今年ここまで強かった、はい、一番の理由知ってる、俺知ってるんだよ。一番の理由、これ誰も言わないんだよ。え、俺知ってるんだよ。誰も気づいてないかもしれない。気づいてない、うん、一番強い理由なんだろう。え、なんだろう。でも誰も気づかないんだったら私絶対気がつかないですよね、うん、でも言われてみたら思って思う。へえ、何ですか。コロナで外国人が来れなかった、うん、ロハスが来れなかったのが一番の今絶好調の要因よ。来られなかったのが要因、万が一よ、うん、ロハスが鳴り物入りで入団だからね、はい、うん、あ、そうかそうか。キャンプから来てたら、うん、今のサンズとマルテもしくは佐藤、うん、誰かがいなかったかも分かって、あ、バランス崩れてたかもしれない。そうそう、だから最初にやっぱロハス使う、うん、ね、アルカンタラも最初からいるってなると、うん、そのバランスを最初やっぱ使うじゃんね、うん、ってなった時に、はい、もしサンズとマルテを併用して使うんだったら、うん、はい、佐藤は試合出れてないよね。そうかもしれないですね、うん、でもしくはそこ3人を併用しなかったら、はい、サンズかマルテが出てない、うんうん、っていうことはよ、はい、今のサンズとマルテと佐藤のこの完璧な布陣が、うん、はい、ロハスが、まあ、来てて打ってたら話別だけど、はい、今みたいに打ててなかったら、うん、すっごいバランスが崩れて、はい、正直1位とかもしれないけど7ゲーム差は絶対ついてないと。そうですね、今がすごいうまくガチッとハマってますからね。ああ、それはロハスがいなかったからだ。おー、なんかロハスさんには申し訳ないですけど、確かにちょっと思っちゃいますね。そうそうそう、うん、あれもしいてたら、うん、ひょっとしたら最初からのサンズマルテ、最初のサンズの活躍とかすごかったじゃん、うん、マルテとかね、はい、だからあれがなかったかも、出てなかったかもしれない、うん、もしくは佐藤がずっと我慢して使ってくれてなかったかもしれない、うん、だから確かにロハスが来れなかったことが、うん、申し訳ないけどね、はい、言い方すごい嫌味な言い方になるけども、うん、結果論的にはそれが一番阪神が今7ゲーム差の大差をつけて1位にいる最大の俺は4位やと、うん、はあ、なるほど、うん、確かにとこれは思いますね、うん、やっぱここの、うん、やっぱ難しいし、やっぱ新しく来て慣れ物で大金肌にとってやっぱ使うじゃんね、はい、だそれで様子見なきゃいけないから、うん、私まあ日本のためにね、そこまで慣れるまで時間かかるかもしれないですね。そう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 、でその時に途中から来た時はもうマルテサンズができてるから、うん、でチームもいい流れできているから、うん、でロハス一人が打たなくてもそんな大したことないんだよ、うん、でその時もちょうど言い方悪いよ、はい、大山がちょっと怪我してて、うんうん、あ、じゃあ佐藤君サードで、はい、っていう、もういい、なんかこのもう今年は阪神にいい流れしかないのよ、全てが、うん、もう運の要素高いよ、うん、運の要素も高いし、うん、何かあった時の状況的には悪いんだけど、それが全部いい方向に進んでる、うん、もう阪神に流れが来てるね、本当ですね、うん、でも最後にいらんこと言っていい、うん、はい、もう最後こう終わりなんだけど、はい、うん、あの言わなくてもいいこと一つ言っていい、うん、どうぞ。何ですか。今日のね、はい、新聞にね、うん、あの載ってるんだけども、はい、あのここね、セリーグね、うん、過去15年中ね20勝、うん、セリーグ開幕60試合以下に貯金20作ったチームがあるのね、過去、うん、で過去2回だけね、うん、2回だけ優勝してないんだけど、はい、他全部優勝してるんでね、うんうん、で阪神は2008年に、うん、あの57試合目で38勝18敗で貯金20作ったんだよね、うん、でそれ2位になってるのね、うん、でこれ何があったかっていうと、はい、この北京オリンピックの時なのね、うんうん、で今年もオリンピックあるね、はい、あ、なんか一緒の流れに感じない。まあまあそうですね、状況は一緒ですね、うんうん、で強いて言ったらよ、はい、強いて言ったら、うん、2008年の北京オリンピックは、うん、オリンピック期間中もプロ野球が継続してたけど、うん、今回東京オリンピック中は、はい、まあまあ継続しないじゃんね、うん、休むから、そこは違うんだけども、はい、なんかよく似てんなって、まあ、俺が思っちゃうだけなんだけどね、ちょっとなんかいらんこと言うなってね、タイガースファンが言ってるけど、はい、まあ、そんなことないと思うけどね、うん、あ、思っちゃったって話。あ、まあそうです、似てるなーってただただ思っちゃったって話ですよね。そう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 、うんうん、唯一2回だけ優勝になれてない、1回がタイガースで、それが2008年の北京オリンピックがあった時で、で今年もあ、オリンピックあるんだっていうのを勝手に思っただけ、うんうん、なるほど、うん、まあ、これ勝手に佐藤さんが思っただけですので、そうそう、はい、だから別にね、うん、負けるとも言ってないし、うん、あ、そうなんだって思っただけ、うん、へーっていうね、そう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 、阪神はもうこうやってもうこうなってますよ。あ、そうそうそう、うん、だからあの、はい、望みの静岡銀みたいなそうすかそうそうそう、はい、な感じでいいんだけどね、はい、まあそうだって思いましたよっていう、うんうん、まあでもね、はい、本当にタイガースがね、うん、どこまで突き抜けるかと、本当にオリックスのね、はい、ちょっとこの、ね、勢いどこまで続くのかね、はい、楽しみですね。そうですね、はい。